二人ともいませんね。ほら、バイキンマン、ドキンちゃん、どこですか？うるさーい！俺様はここだ！ほら、どちら様なんですかね？何言ってんだ！俺様だよ、俺様！ほら、どちらの俺様ですか？バイキンマン。金ちゃんもいます。あら、全く分かりませんでしたね。ほら、でもわざわざどうしてそんな変な格好を。変って言うな、こら。あらら、オクラちゃんみたいに変身してみんなを油断させ、あの大きなさつまいもをいただくのだ。焼き芋にして食べるの楽しみ。へえ、すごいですね。ほら、頑張ってください。ほら、お前も一緒にやるんだ。はい、わかりました。ほら、いいか、お前たち、このことは絶対内緒だぞ。私もそう思ってたんですよ。余計なこと言うな。ねえ、君たち本当にオクラちゃんの親戚なの？もちろんよ。当たり前でしょ。じゃ、あれやるわよ。あれ？あれって何ですか？もう、これよ。行くわよ。人参さん、じゃがいもさん、レタスさん、おいしいお料理になってみんなを喜ばせてあげてね。さようなら。こんなにお野菜さんのことが好きなのに信じてもらえないなんて。おいおいおい、はあはあ、そんなに泣かないで。ごめんね、ごめんね。そうだ、みんなで遊ばない？クイズなんかどう？うん、いいね。さっきオクラちゃんに野菜のことを教えてもらったから、野菜クイズで遊ぼうよ。野菜クイズ？クイズ楽しそうですね。やりましょう、やりましょう。また余計なことを。もう、野菜のことなんか知らないのにどうすんのよ。そんなこと言われても。じゃあ早速始めるよ。では
しいですね。もう一度言うよ、赤くてまん丸の野菜なんだ。はい、わかったんですね。じゃあ答えて。はい、答えはドキンちゃんです。違います。でもどうしてドキンちゃんなの？だってドキンちゃんって赤くてまん丸じゃありませんか。誰がまん丸ですって。まあ、もう野菜クイズなんだから野菜じゃないものはダメなの。みんなはわかったかな。赤くてまん丸な野菜だよ。みんなよくわかってるみたいだよ。じゃあせーので答えてね。せーの。ですね、今度は大丈夫なんだろうな。自信があるんですね。細長くて木のつくものって言ったら決まってるんですね。なになに。黄色いバナナなんですね。バナナは野菜じゃなくて果物だよ。このおバカ。あら、バナナ果物だったんですね。みんなはわかったかな。ヒントはね、緑色の野菜だよ。細長くて緑色の木のつく野菜は。会場のみんな、せーのって言ったら答えてね。せーの。頑張りましょう。じゃあ最後の問題いくよ。はい。土の中でおいしい水をたくさん飲んですくすく育っていて、オクラちゃんがとっても大事にしている野菜はなんだ。はい、わかった。はい、わかったんですね。お前はもういい。そんな。それじゃ水をたくさん飲んですくすく育っていて、オクラちゃんがとっても大事にしていると言ったら、言ったら、せーの、焼き芋。え、焼き芋。惜しいな。はい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 、それは焼いた後なんですね。答えにはさがつくんですよね。みんなはもう分かってるみたいだよね。じゃあ私と一緒に答えてくださいね。せーの。さつまいも。やった、大正解。しまった。焼き芋が食べたくてつい。